こんばんは、11月16日水曜日午後10時30分を回りました。4号頻号の夜、第339回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。もう髪がだいぶ伸びてね、ボサボサなってるんで、そろそろ髪を切りに行かないといけないかなというところですね。はい、今日はですね、久しぶりに除染技術ということでね、私が、関わってます水、ハイエナジーウォーター178に関するお話を、ちょこっとやってみたいと思います。現在ですね、明日が締め切りなんですが、福島県の方で、除染技術実証事業、除染技術、実証事業の公募を行っております。日本各地から、除染に関する新しい技術を、公募して、そのうちの10件ほどをね、実際、実地試験を行って、除染の現場で活用していこうというような公募なんですね。まあ、福島県には、いろんな、企業からですね、これを除染に使ってくれというような売り込みが行われているようで、それをいちいち、県の方が個別に対応するのも、難しいので、除染技術、実証審査委員会みたいなものを作ってね、そこで公募したやつを集めて、一次選考ペーパーで選考した後、10件ほどね、実地で、実際に、現場で、除染をしてもらうと、その、技術を公募してるんで、うちの、パソコンレッスンでお世話になっている博士もですね、ハイエナジーウォーターに関する、技術を福島県の方にご提供したいということで、今日なんとかやっと、資料が出来上がって、パンフレットをつけて、速達で送りますということで、ちょっと、お宅に呼ばれて最終チェック、資料の点検とか、そういうのを行いました。結構ね、大阪大の先生とかも関わっているんで、きちっとしたレポートが出来上がっていると思います。ペーパー上だけのものですから、実際にいつも試してもらわないと。すいません。ペーパー上のね、データなので、実際にね、福島県の現場に行って、除染をしないと、その効果というのははっきり現れないだろうなと思ってるんですけどね、この前の、佐土原町であったのかな、テクノフェア、場所はちょっとはっきりと分かりませんけれど、テクノフェアでですね、なんかうちのハイエナジーウォーターをですね、ちょっと代理店の方が、出品したということで、博士がその説明してくれというふうに呼ばれて、テクノフェアに行ってきましたよという話を聞いた中では、結構そのテクノフェアでそのブースにやってきた皆さんが、その除染技術に結構興味を示しているというような情報も得てますんでね、感触的にはどうなんだろう、割と良いのではないのかなというふうに思っているところでございます。はい、私もね、ハイエナジーウォーターで桃の発酵ドリンクを、作ったんですけど、美味しく飲んでます。本当発酵しているんですね。水でその桃が発酵するっていうことを、なんだそれ、うさんくさいなっていうようなことも言われそうなんですけど、実際 YouTube の動画で、ハイエナジーウォーターを使っての桃の発酵ドリンクの様子、
動画でご紹介してますんでね、ぜひ一度ご覧いただければ良いかなと思ってます。それとあと1点、博士からこういったものをいただきました。これマグマックスというもので、超活性イオン型、ミネラル液、純天然微量元素群マグマックスというミネラルですかね、それをいただきました。これ、飲むと元気になりますよということで、数滴コーヒーとかお茶なんかにタラン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 と垂らして飲んでいるんですけど、結構ね体調いいんですよ。私、剣道をやっておってですね、結構剣道ってビシッと面をかぶってしないでボコ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 頭を垂れてですね、その結果、生活難聴という難聴なんですね。でも本当24時間耳鳴り、ジーンってセミのような鳴き声がしたり、あとジーッという音がするんですね。特に夜中、ベッドに入った時に周りが何も音がない状態で、ただ耳の中がジーという音がするんですね。でその耳鳴りがだいぶね解消されてきましたね。このこれを毎日、飲んでいるせいかなというふうに思っているんですけど、結構体質改善にはよろしいようです。で、これ結構高いんですね。お値段は言いませんけれど、これですね、内容効果、マグマックスは完全にイオン化した多元素が水に溶けて細胞や体液に浸透し、新陳代謝を活発にする活性型ミネラル液で、一般に言われるミネラルとは性質が異なる結果ありきの物質です。用法用量としては、成人1日1ミリリットル以下、10から15滴程度、水、その他飲料物に数滴、食品添加物としては味覚に、効果が現れます、というようなことが書いてありますね。と効果というか、と耳鳴りが、だいぶ収まってきて、ジーンジーンジーンというような音もですね、だいぶ収まってきているということで、まあ、これも人体実験ではありませんけれど、本当に体調も良くなってきておりますね。まあ、そういった僕の体を使ってハイエナジーウォーターとかマグマックスとかいろんなことをやってるんですけど、実験も体調が悪いとか、ちょっと気分が悪いとか、お腹の調子が悪いとか、そういったことは一切ないですね。体調はすこぶるよく、桃の発酵ドリンクを飲んだりすると本当ね、なんだ元気になっちゃう。でこのマグマックスでも結構体調もいいんですよね。で博士の、作ってるやってる研究っていうのは本当にね、まあ、いいものだなと思ってます。その証拠に、どっかの製薬会社と契約してね、女性の化粧水とかを実際販売してます。その製薬会社、皆さんも名前をご存知の大きなメーカーなんですが、ここでは言いませんけどね、こうやって見ると、あそこの会社かというぐらいの大きな規模の製薬会社の方と契約して化粧水を出しているとかね、結構ね、商品的には、まあ、成功しているものが結構あるんですが、まだ十分浸透はしてないのかな、広まっていないのかなというところで、逆に言うとビジネスチャンスっていうのはまだまだあるんだろうなというところですね。その一つとして、広める方法としてこの除染技術で放射性物質を無害化するということを博士はずっとお話しされていますけれど、それが
この福島県の公募事業でね、10件の中に残って、実際11月の今月の下旬から12月にかけて実地試験を行うということを聞いておりますんでね、そこで十分な成果を得ることができればね、ちょっと脚光を浴びるのかなというところまで来ております。脚光を浴びれば僕も脚光を浴びるのかな。まあ僕は単なるお手伝いで何も発明とか何もやってませんけど、一応広報担当としてあちこち PR はしてますんでね、まあ、今度はきちんと、研究所のホームページを作って、どんどん情報を提供していくということのお世話、お手伝いというのはできるのかなというふうに思っているところでございます。まあ、大阪大の先生とか ある企業さんも関わってるんでね、そう悪い結果は出ないんじゃないかなというふうに思っておりますし、博士の過去の商品に関しても特にクレームとか悪い情報もインターネットの方では確認できてませんでね、まあ良いかと思います。本当10件のうちに残りますようにということをお祈りをしたいと思っているところでございます。はい、ということで、まあ、除染技術の結果が分かるのが今月の末ぐらい、2週間ぐらいで10件のうちに残るかどうかというような結果は分かるそうなんでね、私が、同行して一緒に福島に行って実地研修をすることはないかと思うんですけど、まあ、ビデオ記録とか記録に残してほしいということがあれば同行して記録に残すということもあるのかなというところですね。はい、ということで今後どうなるかっていうのは分かりませんけど、まあ、楽しみではありますというところですね。はい、話は変わりますけど、先ほど YouTube の方にビデオを1本、アップしました。献血に関係する動画なんですが、複数回献血クラブというクラブがあるんですね。まあ、そのモバイルサイト、インターネットのサイトを利用してこんなことができますよ、まあ、血液の健康管理ができますよというような動画を作ってますんでね、まあ、夏場同様、まあ、これから、寒くなっていく冬場、献血する方が減っていくという統計があるんですね。それで、まあ、献血をすることによって自分の血液の健康というのを確認することができます。僕は成分献血で2週間に1回献血を行っているんで、2週間に1回自分の血液の健康チェック、血液の検査ができるんでね、まあ、割とリアルタイムで血液の健康状態というのが分かるので、非常に助かっております。今のところ僕は血液的に見ると非常に健康だということで、コレステロールも特に問題がないということで、本当安心をしておるとですね、血圧も悪くないし、本当はどっかが調子が悪いんだろうと思うんですけど、血液的には特に問題がないということで、まあ、安心しているところです。まあ、そういったことをね、動画でまとめてますんで、もしお時間がございましたら、動画をご覧の上、献血ルームの方に足を運んでいただけると助かります。あ、そう、ちょっとご紹介しましょうか。あるものを持ってまいりました。これご紹介したいと思います。献血、あれ、おかしい。献血のマスコット。はい、献血ちゃんでこういったものもいただけます。
献血ちゃんというマスコットがですね、何年か前かな、こういったキャラクターで決まった時に、まあ、こういったあのぬいぐるみとか、あと携帯のストラップとか、いろんなものをプレゼントしていたんで、僕も、もらってきたんですけれど、結構ね、あのなんだ、国の予算、県の予算を使って献血事業というのをやってますんでね、まあ、僕らの税金を使って、まあ、こんなものを作るのはなんだけしからんという声もあるかもしれませんけれど、逆にこういったものをね使ってどん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 献血をお願いしますというような PR 活動も、大事かなというふうに思っております。ですんでね、夏は暑い時も献血の数が少ないと、冬は寒い時も少ないということでね、まあ、毎日血液が必要な方っていうのはいらっしゃいますんでね、ですんで、そのためにもね、僕ら健康な人間は、どん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 、献血をして、そういったね、病気の皆さん、僕らもね、交通事故とかにあったら、輸血をすることもあるかと思うんですよね。いつかはどこかで僕らもお世話になることがあると思いますんでね。そんで、まあ、本当、献血は、どん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 お願いしたいと思います。あの、これ、変なこと言ったらあれですけど、献血に行くと、うまかっちゃんとか、インスタントコーヒーとか、いろんなものがもらえます。もらえますっていうか、これもね、県の予算なんですよ。私、何年か前に、前の知事が事業仕分け委員会というのを作って、今ほら国会版の事業仕分けが行われてますよね。もう県の事業仕分け委員会の委員として、この献血の献血奨励品事業という事業があるんですね。献血奨励品ということで、献血をした方々には、何か商品を差し上げますということで、歯磨きセット、うまかっちゃん、インスタントコーヒーとかいろんな商品を購入するために予算があるんですよ。それ以外に献血ルームの中に、飲料水の自動販売機があるんですけど、お金いりません。あのおなじみの赤い自動販売機があるんですが、カップのベンダーなんですけれど、いろんな飲み物が飲み放題、お菓子は食べ放題なんですね。それで僕、事業仕分け委員会の時に、これおかしいんじゃないですか、そこまでして献血する方を増やさないといけないんですかということで、事業仕分け委員会でかなり県の担当の方に突っ込んだんですよ。で、やっぱりその事業仕分け委員会ではその県の担当の方のお話と、資料でしか、見えてこないんですね。で実際、献血の現場に行かないと、見えないということで、まあ、献血がてら初めて献血したんですけど、現場の様子を見たら、で担当の方の話を聞いたら、これ大変なんだなと、そこまで予算を組んでいかなければ献血、血液を確保することが難しいんだなという実態が分かったんですね。一番いいのは、もっと予算かけないで、みんなが自主的にどん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 献血をしてもらえればいいんですけど、まあ、そういった社会ではないということなのかなという気はしました。でも、その献血奨励品に関する予算もどんどん規模縮小になってきているって話も聞いてるんですね。というのは、毎回いただく商品がどんどん質が落ちてるんですよ。質が落ちてるっていうか、以前のが良かったのか分かりませんけど、あのね、キャンペーンがあって献血を連続何回かやった方に、コシヒカリ、お米をもらったりとかですね、いつももらう奨励品以外に
別の商品をもらったりとかね、いろんな特典があるんですね。で、そこまで、やる必要があるのかなと思ったんですけど、やはり献血する方が少ないということで、まあ、いわゆる苦肉の策でやってるということなんですね。ですんで、はい、献血ちゃん、皆さんにお願いを、どうぞ献血をよろしくお願いしますということでね、皆さんに献血をお願いしてください。献血お願いしますということですね。はい、ということで、まあ、献血をすることによって、自分の血液の健康チェックもできますんで、ね、寒いからちょっと嫌、痛いから嫌という方もいらっしゃいますけど、あのカリーの3階の献血ルーム、非常に綺麗です。広いですし、まあ、ゆっくり休憩して献血ができるし、インターネットが使えるコンピューターも何台か置いてますし、漫画の本もありますんでね、献血の前、献血が終わった後、まあコーヒーでも飲みながらゆっくり過ごすこともできますんで、ぜひ献血をしに、カリーの3階の献血ルームにお越しください。といっても僕はあの日本赤十字社の回し物でも何でもありませんが、一応市民メディアとしてお伝えしようかなと思ってお話をしました。はい、ということで今日は、ハイエナジーウォーターの件と、献血のことをお話をしました。はい、またね、明日も同じ時間帯にお話をしたいと思いますんで、もしお時間がございましたら明日もご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ今夜の4語頻語の夜、第339回、この辺で終わりにしたいと思います。はい、じゃあ、失礼します。